1961年の南海ホークスでは、1961年の南海ホークスにおける動向をまとめる。この年の南海ホークスは、鶴岡和人監督の16年目のシーズンであり、2年ぶり8度目のリーグ優勝に輝いたシーズンである。ジョースタン価の加入などで1960年は、連覇が期待されながらも、優勝を逃したチームはこの年、バディピートを獲得して、 打線を強化し、開幕前の下馬評では、優勝候補の本命に挙げられた。開幕後は前年優勝の大前が開幕ダッシュに失敗したこともあり、2位の東映に4.5ゲーム差をつけるコース,スタートで、8月までは首位を走り続けた。しかし、9月に入ると、水原茂監督率いる東映が、張本伊佐ブス島翔一、土橋正幸などの活躍で首位を奪還。難解。 東映のマッチレースとなったが終盤に、東映の選手が優勝争い未経験だったことあり、守備でエラーを連発。最終的に経験豊富の難解が2年ぶりの優勝を果たした。対戦成績は B クラスチームとの相性が良く、特に5位の阪急には22勝5敗1分、西海近鉄には23勝5敗と両球団から貯金35を稼いだ。日本シリーズは、 宿命のライバル、巨人と2年ぶりの対決となり、日本一が期待されたが、第4戦で、AS 杉浦正をリリーフしたスタンカが味方のエラー、などで、ピンチに立たされ、最後は、巨人打線の集中打を浴びて、悪夢のサヨナラ負け。第5戦には勝ったものの、巨人有利の流れを変えることはできず、大阪球場での第6戦に敗れ、巨人の6年ぶり日本一を許した。 ありがとうございます。